リタ・ヘイワースは、アメリカ合衆国ニューヨークシブルックリン出身の女優。1940年代にセックスシンボルとして一世を風靡した。マルガリータ・タカルメン・カンシーノとして生まれる。両親ともにダンサーであり、自身も12歳から舞台に立ち、10代の初めには週に20ステージも踊っていた。1935年にフォックスと契約して、映画デビューしたがすぐにフリーに戻り、 しばらくして、コロンビアと契約。その時に、スタジオから髪を赤毛に染めるように言われた。また、生え際に電気針で毛根の処理を施して脱毛し、期待を広くする処置も言った。2年の間小さな役をこなした後、1939年、ハワード・ホークス監督のコンドルで注目を集める。その後、ジェームズ・キャグニー主演のイチゴ・ブロンドやタイロン・パワーの 死と砂、フレッド・アステアと共演した踊る結婚式などでスターの座を掴む。豊かな赤毛がトレードマークの彼女はテクニカラー作品によく生えた。彼女の魅力が最も発揮された作品は1946年のギルダである。チャールズ・ビダー監督のフィルムノワールで彼女は運命の女、ギルダを演じ、セックスシンボルとして絶大な人気を誇った。 1947年には25万ドルの年俸と出演映画の収益の50%の契約をコロンビアと結んだ。プライベートではオーソンウェルズやアーガー・ハーン3世の息子プリンス、アリー・カーンなどと5回の結婚歴があり、娘が2人いる。1980年代からアルツハイマーを患い、1987年に死去。68歳没。おいは、 声優のリチャード・カンシーの、スティーブン・キングの小説、刑務所のリタ・ヘイワース及び映画化された、ショーシャンクのサラニの中で、刑務所内でこの映画、ギルダが上映されるシーンがあり、彼女のポスターが重要なキーとなっている。2001年公開の、マルホランドドライブでも、ギルダのポスターを見た、副主人公が、リタ、私の名前はリタよと名乗るシーンがある。ありがとうございます。